米どころ秋田県では秋田小町をはじめ秋のきらめきや粒ぞろいなどいろいろなお米が作付けされています。今日は今注目されている玄米食専用品種金の息吹を栽培している大仙市にやってきました。早速お話を伺いに行ってきます。JA 秋田小箱の新田晋作さんと金の息吹栽培研究会会長の大西茂雄さんです。早速ですが新田さん、はい、金の息吹とはどんなお米なんですか？通常のお米の胚芽が3倍大きい品種です、はい、栄養価の高い胚芽が大きいということで健康志向の方に大変好評を得ております。宮城県で開発された品種ですけれども試験段階から栽培をしておりまして2013年から本格的に栽培しております、はい、生産量は全国の6割を秋田県で生産しております。これが金の息吹でございます。全国シェアの6割というのはすごいですよね。すごいことだと思います。大西さん、はい、栽培は難しいですか？秋田小町に比べれば命病に弱いので、はい、試行錯誤しながら一生懸命取り組んでいるところでございます。今年の出来はどうですか？バッチリです。今年の新米金の息吹食べてみませんか？食べたいです。白米と混ぜても美味しいんですけれども今日は 100% 金の息吹で炊いてみました。家庭用の炊飯器で普通に炊けるんです。うわー、本当にご飯が金色なんですね。はい、ではいただきます。うん、うん、もっちりしてて美味しいですね。噛んだ時のプチプチ感もまたいいですね。それでは最後に大西さんの今後のビジョンを教えてください。はい、今は消費者のニーズに合わせた米作りが求められております。金の息吹をはじめとした付加価値の高い品種をどんどん作って全国の皆さんにお届けしていきたいと思います。大西さん、新田さん、今日はどうもありがとうございます。プラスプラス11月11日から17日までは税を考える週間です。税の仕組みや使い道、インターネットを利用して行うことができる手続きなどの理解を深めましょう。詳しくは国税庁または県の公式ウェブサイトをご覧ください。11月28日に企業の経営者や管理職などを対象とした女性活躍推進セミナーを開催します。女性が活躍する企業として注目される三州製菓株式会社の西野平社長による基調講演などを行います。ぜひご参加ください。私の秋田ビジョン、地域のにぎわい作ります。